父ちゃん、お帰りなさい。ただいまあ、いい子にしてたか。うん、ティファと遊んでた。おー、そうかよ。よしよしよし。お疲れ様。うん。それ、どうしたの。ああ、本物でしょ。珍しいね。意外だな。クラウド、こんなことするんだ。5年ぶりだ。少しは変わるさ。え？バレットに話がある。うん、入って入って。マコールが爆発したんだよ。ずっとニュースばっかりなの。マリ、父ちゃん、今夜はもうどこへも行かないから、テレビ消して年々しような。片付けが終わるまでマリンの相手してあげてて。俺が？もちろん。報酬の話はティファとしてくれ。会計担当だからよ。てめえ！バレット！マリンに何しやがった！知らない人とは喋っちゃダメって。え？偉いぞ、マリン。父ちゃんとの約束忘れなかったな。偉い、偉いぞ。じゃあ、お休みの時間も守らないとな。父ちゃんとお話しする。特別だぞ。あ、そうだ、ご飯食べる？いや、報酬の話をしたい。あ、そうだよね。あのね、クラウド、ちょっと外で話そう。死んだ人はちゃんと星に帰れたかな。はあ、お金の話の前に聞く？この近所にね、アパートがあって部屋が空いてるんだ。しばらくそこに寝泊まりしない？大家さんが私たちの活動に好意的なの。家賃はタダ。ああ、助かるよ。じゃあこっち。上、どんな感じだった？まあ、混乱していたな。だよね。ごめんね、巻き込んで。軽率だったって反省してる。俺のことなら気にするな。これは仕事だ。うん、わかった。シンラを憎む気持ちもわかる。うん。クラウド、迷子になるよ。ティファちゃんと飲みてー。かわいいー。